ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアミン名前の由来について触れてまいります。共に愛知県の出身で名古屋の大学で出会った2人は意気投合し音楽活動を始めます。1982年ヤマハポップコンでグランプリを獲得。デビュー曲マツアは102万枚の売り上げを記録しました。彼女たちのコンビ名アミンはウガンダの大統領アミン大統領が由来となっているのではもちろんなく、さだまさしの曲パンプキンパイとシナモンパイに出てくる喫茶店アミンが由来となっています。アミンは突然大ブレイクしたため、このことをさだまさし本人に許可を取る暇がありませんでした。アミンがザ・ベスト10に出演の際、久米宏は放送中さだまさしに連絡を取ります。久米宏はさだまさしにアミンの名称の使用について尋ねたところ、さだまさしは快諾しました。このことが縁でその後さだまさしと岡村孝子の共演が実現しています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアミン名前の由来について触れてまいりました。